と、待って、お土産も買い終わりましたんで、これからホテルに向かいたいと思います。ホテルは、いつもアパビラホテルというところに泊まっていますが、ここはおそらく塩焼先生も、使用したことがあるはずです。おお、すごい1月だとは思えないいい天気ですね。で、先ほどこのデジカメを落っことしちゃってちょっと膨らんでるんですけど、果たして撮れてるんでしょうかね。駅から出て何口なのかわからないですが、ロフトとかあるところですね。それを左に回ります。アパビラホテルが何がいいというのは、大浴場があるんですよね。ビジネスホテルはやっぱ大浴場があるところに泊まりたいですよね。まあ、多少高くなってもこれはしょうがないんじゃないでしょうか。まあ取り立てて特に話題もないですよね。今日はこの後どうなるんですかね。一応打つ予定なんですけど、何点ぐらい果たして出るんでしょうか。まあ、とりあえずは170ぐらい出しておきたいところなんですけど、まあどうなんだかわからないですよね。しかしあれですね、みんなあの芸能人の人やっぱ街歩いててよく喋れますよね。ああやってなんもねえよこれ話すこと。とできたらここでなんか音楽流しておいてほしいですね。音楽を、間が持たないので一旦切ろうかと思います。とりあえずもうすぐ歩いてすぐなんですよね。もうあと5分かかんないぐらいです。それでは。